皆様、花粉は大丈夫でしょうか？私はダメですということで今週も始まりました、ハイチのダラダラジオでございます。週末いかがお過ごしでしょうか？花粉症じゃない方はね、スルーしていただいて構わないんですが、花粉症の方は今年の攻撃力やばいですよね。本当に薬が効きが悪くって、もう目はかゆいし、くしゃみでし、うわー喉かゆいみたいなね感じになっております。いや、薬をね変えるか迷ってるんですけど、変えるとね眠気がかなり強くなると、お医者様がおっしゃっておったので迷っているんですけども、頑張ろう。なんかスプレーあるじゃないですか、スプレータイプで、あれをねめっちゃ振りまくってるんですけど、こんないっぱい振っていいのかなと思いながらね、3月早く終われと思っております。皆様お互い頑張りましょう。で、今週はですね、私事になるんですが、昨日ね3月11日が38回目の誕生日でして、それに、38歳になったんで、そこで思うことだったりテーマだったりっていうのを少し話していこうかなと思います。よかったらね最後までお付き合いください。で、改めてになりますが、38歳となりまして、多くの方からねリプだったりメッセージいただきました。ありがとうございます。返信しようと思ったら寝落ちしちゃいました失礼しましたで、38歳になりまして、まずねツイッターでも言ったんですけど、テーマ掲げました。大体いつも掲げるんですけど、テーマ掲げてて、まずは視野を広くです。視野を広くで、もう一個はゆるく生きるっていう。いや、そんなテーマに掲げるのかいって思うかもしれないですけど、ちゃんと意図があるんでね、そこをちょっと伝えていきたいなと。で、まずこの3年ぐらいの話なんですが、私自分のことのを言語化するのがちょっと難しくなってるんですよ。なんかかっこいい言葉使いましたけど、何を言ってるかっていうと、その人生かけて注ぎたいものっていうのが少しわからなくなっているっていうところです。どういうことかっていうと、この活動を始めて11年経ちました。で、もともと塾講師を3年やった時に、この、問題点というかね、例えばお金だったり地域だったり、子どもたちが学びたいと思っている時に、気軽に学ぶことができない状況がたくさんある。それで諦めてしまったりとか、子どもたちの可能性がなくなっていく、チャンスがね、チャンスをこうドブに流しちゃうような状況が起こっちゃうんですよ。そう、塾頑張っていこうと思ったら月謝の関係で行けなかったりとかね、地域によっては塾が近くになかったりとか、そもそも人間関係とかいろんなことで学校に行けない子もいる、そういう子たちがさ、家にいても、例えばで大人の許可を得なくても学びにアクセスできたらすげえいいなって思って、で、それを作りたい、絶対必要だと思って、で、この活動を始めて、で、この3年ぐらい前からかな、少しずつ叶ってきたというか、それが認知されてきた、いろんなね、頑張って活躍されてる方がいるからさ、みんなのおかげできっとそうなってきて、で、まだ叶っちゃないよ、このね2023年この現時点では叶ってはないけど、少しずつ風向きが変わって叶い出している状況で、じゃあ次はっていうフェーズなのよ、この3年ぐらいが。で、自分の中では徐々に興味ある分野というか、この辺りかなって思うことは出てきてる、いろんな人の出会いだったり、いろんな本読んだりとかする中で出てきてる。でも、あまりにもその前半で教育の課題というかさ、自分がその無料で学べる場所みたいなのが情熱が強すぎて、あの時と比べちゃうんだよね。で、比べちゃうと今の自分の興味関心ってやっぱり弱いのよ。で、いろんなものにこう興味関心持ってるから、まだこれっていう、もうなんか恋愛において恋愛だったら、あなたしかいないのみたいな状況に慣れてないんだよね。だから言語化ができないの、自分の中で。ハイチはこうです、これを人生の教訓でもミッションに掲げてますみたいな。もとも前半それだったんだけどね。そうで、そのさ、迷ってる時期っていうのは、言い方とか印象によってはさ、なんかネガティブに捉えられるかもしれないんだけど、俺結構ポジティブに思ってて、変化するじゃん、自分の中が変化が起こってるわけで、みんなの中でも興味関心とか変化起こっていくと思うんだけど、変化ってさ、俺常に前進だと思うのよ。対価ではなくて進化だと思っているの。いや、もちろんね、その細かいことあげちゃったらさ、きっと対価ってなることもあるかもしれないけど、基本的に進化だって。そう、迷ってる自分、いや、いいじゃん、迷いながら一歩前に進んでってる証拠だよって話なのよ。だからポジティブに捉えていて、きっと自分がいつかね、その前半の時と同じような情熱を掲げね、これだーみたいな風になるところにたどり着くために今迷いながら歩いてる、さまよってるわけだから。そうで、さまようためには
食わず嫌いはしちゃいけないのよ。自分の全く興味関心のなかったところに自分のね、その興味の種というかがある可能性って大いにあるじゃん。だってそもそも俺中学の時に教師嫌いだよ。高校に入って恩師に出会って変わった人間だよ。そう、あれ恩師に出会わなかったら今でも俺先生嫌いだと思うもん。学校の先生なんてって言ってるかもしんない、下手したら。そうだから、どこにな種があるかなんてわからないから、だから視野を広く持とうって、食わず嫌いはしない。この2つ目のさ、あの興味関心で、俺人生多分もう後半戦なのよ。そう、38なんてって思うかもしれないけど、俺病気のこともあるから、そのバリバリ働ける期間っておそらく一般の方より長くない気がしていてちょっとネガティブなこと言っちゃってるけど、でもそんな気がしてんのよ。一応気がしてるというか、そうなる可能性があるっていうことは思っておかなきゃなって思ってて、そうで、その後半戦のものが教育じゃないかもしんない、多分ってか分かんないけど、あのでも子供ってたち、学生とか子供っていうところのは外れないから、そこは多分無理だな。もうなんか子供たちのためにっていう部分はね絶対消えないから、それだけど、でも子供っていうキーワードだけだったら教育外れることもあるじゃん、きっと。だから分かんないけど、そのためにはやっぱり教育とかそこに絞られずに、なんか違うものもいっぱい、いろいろ触れてみて、で触れてみて違ったら違うでいいじゃん。ね、違うってことがはっきり分かっただけでもだよ、ね、大きな一歩なわけだから、だから視野を広く持とうっていうのが一個で、もう一個は緩く生きるっていうのはガツガツしない、ガツガツすると自分を追い込んじゃうから、で追い込むと視野が狭くなるから、だから常に少し一歩下がって広く物事を見るためにも、あまりそのガツガツせず前に出ていかずにっていう、緩く生きていいんだぞって自分に言ってやる。で緩く生きていいんだぞって言いながら緩く生きれないんだから、どうせ俺分かってるから、だからあるなんか言語化というか言葉にして、緩く生きるって、生きていいんだぞって自分に言ってやりつつ、なんかそれで頑張れよみたいな風に自分に言ってやるためにも、それを2つを掲げてますという感じですね。そう、まあ多分さ、この自分のね興味関心が迷ってるって話も多分ちょいちょいしてきてて、まだしてんのかって思うかもしれないけど、そう簡単に見つかんないのよそうこれっていうものはと、でも、きっとちょっとこれかなと思ってチャレンジしてみて違ったっていうのが実は続いていて、でもそれでいいと思うんだよね。人の興味関心なんてコロコロ変わっていいし、みんなもね夢なんて変わっていいわけだし、夢はね変わるっていうのはアップデートしてるわけだからね。10のねエネルギーを持った、あの夢を持ってたのに、次に11、12ってものが出てきてるわけだから、ですげえいいことじゃんそれっていうのは。こうやって情熱の高いものが見つかればさ、人生も豊かになるわけだし、なんかそんな感じで今年は生きていこうかなと思います。で、最後にね、この年になってからってわけじゃないけど、やっぱり誕生日迎えた時に祝ってもらって嬉しいっていうのもあるけど、あとはやっぱりここまで生きてこれたことに感謝がすごい思うの。そもそも学生の時に俺38歳まで生きてると思ってなかったしね、中学の時にいじめでね、病んでて死にたいってずっと思ってた人間だったから、長く生きてると思ってなかったからさ。であとは俺両親が24歳の時に俺子供なんですけど、だから今38じゃん。うちの両親はさ、俺が一番病み切ったの14歳の時のなんだよ。でその時の割とめんどくさい子供だと思うんで、それをさ、この俺と同じ今と同じ年で育ててくれてたんだよなとか、ね、割と日頃から親に俺すごい感謝を伝えてるし、感謝を思ってる方だと思ってんだけど、なんかよりすごく思った。だし、あとは今聞いてくださってる皆さんもそうなんだけど、やっぱり支えられてここまで生きてこれたと思っているのよ。プライベートだったら本当友達とかおらんから孤独感感じやすい方なのかもしれないけど、でもみんながいるから孤独に感じないし、だってね、自分らしく生きてこれたのもみんなのおかげだからさ、改めて本当にありがとうございました。はい、ございましたって終わりっぽいけど、これからもよろしくお願いします。やっぱ感謝の心っていうのはすごく大事だなって、この2023のテーマがね、感謝の心、笑顔の伝染、会いたい人に会うっていうテーマでやってるんで、そう、ちなみにこれあれよ、テーマね、毎日朝起きて部屋のねカーテンを開けた時にちゃんとその目標に向かって自分で唱えて一日を始めるはね、欠かさずやってんだ今でも。そう、やっぱ感謝の心っていうのは大事にしていこうと
なんかそんなこといろいろ思った日でした。はい、ということで長くなっちゃったけど、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間がね、皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。